ね、もうめちゃくちゃカラフルな、すげえ、ね、もう一つね、プロエッジじゃないんだけども、こちらの高校野球対応の新しいバッテもあるんで、こちらを見ていこうかなと思います。はい、ではこちらが SSK 最新バッテ、めちゃくちゃカラフルです。ではこちら詳しく見ていこうと思います。こちらプロチェプロチェ、いやー本当にね、プロチェのこのデザインがすごいね。すごいねこれ、消化デザインだよね。あ、消化だね。このねデザインの入ってるところは、うん、素材がなんかちょっとメッシュな感じで、ね、メッシュだ、こんな感じでちょっとね伸びる感じなんで手にしっかりフィットするんですね。でね、もう一つ、まあ、今出してるのがこのネイビーとピンク、あと、うん、他にもカラーが全部で4色、すごいね、全部消化でカラフル、すげえ。でこちらねプロエッジということで、プロエッジだよ、出ましたこちらの立体ロゴ、すげえこれ、めちゃめちゃ立体だよこれ。あと手のひら、はい、こんな感じでエンボス加工されてるね、エンボス加工がされてるということで、じゃあその効果はグリップ力が高い、おい、せかまあ簡単すぎる。手にも早速ねちょっとはめて感想お願いします。はい、こんな感じでこちらでオペお返しいたします。やめてくださいこれすごい柄すごいけどさ、これ、うん、右手と左手でちょっと違くない？そうだね、これはね、うん、このデザイン的にね、うん、物によってたんだね。あ、そうか、左右とかじゃなくて物によって違うんだ。なるほど、これは、うん、オリジナリティだ。確かにね。これはあれですか、アシンメトリー的な感じですか？ちょっと違いますか？うん、ちょっと違うね。デザインそれぞれで違うからね。あ、そうだね、ちょっと違うね。ちゃんと見えないね。なるほど、それもいいね。そうだね。あと、うん、ロゴのね、光沢感がすごい。いや、ほんとマジでこれね、かっこよすぎる。なんか、プロ野球選手になったのかなっていう感じ。マジでかっこいいこれ。で、このね、うん、手の甲部分もね、うん、全然もうスタンスフリーだわ。いい。うん、伸びるからね。うん、これいいね。まあ、プロエッジもそうだけどさ、うん、他のメーカーの最高級モデル、うん、ブランドか、うん、そうなるとなんかやっぱ違うよね。違うよね。うん、またちょっと違うよね。まあ、その違いが何だっていう。ちょっと曖昧にもなっちゃうんだよね。確かに。やっぱ気分が変わるよね。そう、気分違うわ、ね。最上級だね、やっぱね。うん、で、まあこれはシングルバンドの、まあデザインは特殊だけど、うん、まあ、シンプルな感じの性能って感じだね。そうだね。うん、で、もう一つの高野球対応も見れる。はい、続いてこちらが高校野球対応のバッテ。対応。なので、黒と白の2色だね。これなんかね、馴染みあるなと思ったらね、うん、高校生の時使ってたわ、SSK の。あ、これ、白派です、私。白派。俺は黒でした、ずっと。あ、黒派。そこで分かれるよね。そうだね。なんかね、ほんと馴染みあるなと思った。懐かしい感じする。こちらね、手の甲部分のこの辺がメッシュと、あとちょっと通気性のいい感じでね、指先もね、指先も空いてる感じだね。なるほど。で、手のひら、手のひら、はい、おひらも結構エンボス加工がされてるね。やっぱりね、うん、こうやってね、グリップ力高めっていうのがね、大事だね、バッテは、ね、バッテしてんのに滑るって、ね、それが一番いい、ね、意味ないもんねそこ大事だね。そうだね。なるほど。まあ、ここへと言ったのはね、結構シンプルなデザインでね、機能性がまあしっかりしてるんで、いい感じに使えたら使えますね、うん、というわけで、今回はこちらの SSK の最新バッティンググローブの紹介でした。はい、で今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、通知ボタンをぜひお願いします。野球あるあるのお題を募集再開します。それで今回のお題は野球あるある少年野球編。ないところが多い。 MVP 賞はこちら、こちら見つからなっていただきます。チャンネル登録はここ、おすすめの動画はこちらを見てください。バイバイ。